グランパンパスです。 NGT48 佐藤安寿さんが卒業をすることが決定したということをツイッターで見まして、オフィシャルのツイッターから引用させていただきましたが、本日つまり8月25日日曜日の夜公演にて佐藤安寿さんが卒業することを発表しました。最終握手会は9月23日にパシフィコ横浜で行われるサステナブル大握手会となります。卒業公演は9月末を予定しております。よろしくお願いいたします、というふうに、まあいつも通りの事務的なツイッターで、報告があったわけですが、結構寝耳に水という感じで驚きました。今朝ね、仕事に行って行く前にシークレットナイトさんの動画をちょっと見ようと思って、そしたらまあ佐藤安寿さん卒業の件についてっていうサムネじゃなかった表題が見えたんで、まあ結構びっくりしましたね。で、まあ今回この佐藤安寿さんについて語らせていただこうと思うんですが、まあ正直に言いますと、私自身あまり印象の良い子ではありませんでした。山口真帆さんに寄り添ってはくれませんでしたし、なんですけども、ただ今回はなるべく中立的な立場で佐藤安寿さんについて考えてみます。彼女がいわゆる黒面か白面かってのとりあえず置いといてですね、卒業した後にあの運営からあることないことを全て押し付けられる可能性があるんじゃないかなっていう話ですね。彼女自身品行があんまり良くなかったっていう話もあって、なんでしょうね、乗っ取り、インスタ乗っ取りの話だったり、タバコとかして吸ってたとか、そんな話も、これもまあ実際のところわかんないんですけどもね、ツイッターとかヤフーニュースのコメントとか見てたら、そういうことを指摘していた人もいたもんですから、とりあえずでもそういったことは置いといて、まあ卒業後危ないんじゃないかなっていうことですね。まあこの間劇場公演再開したばっかりなんですが、再開後の公演見に行った人が、まあ、結構佐藤安寿さんのパフォーマンスはパワフルで元気のいいパフォーマンスをするっていうことだったらしいんですが、そのパフォーマンスが以前よりも元気がなかったって言ってたらしいんですよ。だからその憔悴していたのは間違いないのかもしれないと、佐藤安寿さんが、理由は置いといて、まあ置いといてと言いましたが、実際バッシングの嵐ですから、普通に考えてね、高校生の女の子がそんなのに耐えられるわけはないんですよ。その誰が悪い悪くないって話置いといたとしてね。で、卒業後の夢は芸能系ではないらしいです。まあ多分今のまま NGT48 に残っていても、卒業して芸能で生きようとしても残念ながらイメージが悪いので成功はしないでしょうから、それでいいと思います。で、まあ先ほど言った通りなんですけども、もしかしたら運営がですね、つながりなどの主犯格として佐藤安寿さんに責任を押し付けて風化させようとする可能性があるんじゃないかなと思いました。もちろんそんなことをやってもね、風化はしないんですけど、あの運営はそういうことは分かんない人たちですし、あの不人情な運営の大人たちだったら、宝物であるはずのメンバーの将来に泥を塗ることなんてね、簡単にやりそうなことですから、おそらく仮に彼女に過失があったとしても、どっぷりとした過失じゃなかったと思うんですよね。だから山口真帆さんが暴行された事件が起こった時も、運営がちゃんとしていればね、謹慎処分をね、そのメンバーにさせたり、多少のペナルティを課すことで、まあこの佐藤安寿さんもね、アイドルを続けることも可能だったかもしれないし、本人もアイドルを続けたくなかったわけじゃないでしょうから、まあ、これはその佐藤安寿さんに限らず、今残ってる現役のメンバーもね、もう卒業してしまったメンバーも含めてね、やっぱりおかしいんですよね、対応が。今年に入ってからもう9人目になりますからね、辞めるメンバーっていうのが、辞めるメンバー、辞めたメンバーで、しかもメインどころとかが辞めてるわけじゃないですか。山口真帆さんはじめとしてね、まあ卒業生、研究生にしても山崎みりさんとかすごい人気メンバーだったわけですよね。それが辞めるっていうのはやっぱり普通では考えられないわけですね。AKB 全体を見ても辞めるメンバーが随分多いわけですけれども、やっぱ何かが起こっているとしか考えられないと。で、まあ佐藤安寿さんですけども、まあ運営に指示をされて何かをさせられていた可能性もあると指摘している人も多いですね。
で、アンジュさんに関してですが、新潟フレンドでも触れられていたんですが、そんなに頭が良い子ではないらしいんですね。その新潟フレンドの中では、同級生の佐藤アンジュさんの同級生のお母さんとロケ中にね、偶然出会ったんですよね。魚沼かな、うん。でそのお母さんが、心配で仕方ない、この子はバカだからみたいなようなことを言ってて、それ見た時は普通に笑ってたんですけれども、ちょっとね、あんまり今となれば笑えないことなのかもしれないっていうような気がしまして、バカだからっていうかね、要するにもしかしたらアンジュさんの同級生のお母さんの予感ね、当たってんのかもしれないと思っちゃう。まあ、その闇をたくさん知っている芸能事務所の大人たちが、そんなあんまり頭の良くない佐藤アンジュさんを説得することなんて簡単なことだとも思うし、そんな事実がねないことを願いたいですけども、なんか変なことさせたとかね、今までの経緯があるからそんな可能性もあるって思わざるを得ないと。なんですけれども、おそらくは守秘義務契約のようなものを結ばされているでしょうから、卒業後に彼女が何かを暴露するようなことはないと思います。卒業するまでも、9月の末までも特に何もしないだろうとも思ってます。まあ、運営もね、9月の佐藤アンジュさんの卒業までは何も動かないと思うんですが、ただね、10月に入ってから週刊誌などに、例えば卒業メンバー佐藤アンジュの正体みたいな記事を書かせてですね、佐藤アンジュさんに全ての罪をなすりつけるようなことをする可能性があると。村雲風花さんにそんなことをしたら、それこそ全国民からバッシングの嵐になりますから、やんないでしょうけども、佐藤アンジュさんはイメージが現状でもあんまり良くないもんですから、運営にそういうふうにスケープゴートに、生贄の羊にされる可能性がかなり高いと思ったわけです。でね、まあそれに関して、佐藤アンジュさん本人が身を守るためにってのもあるんですがね、山口真帆さんや村上風花さんたちが変えられなかったんだから、佐藤アンジュさんが何かできるとも思えないんで、全く期待はしておりませんが、やっぱいろんなことを明らかにするべきですね。日向坂46の柿崎恵美さんが、ストーカー被害が甚大だったから卒業するって理由を述べたのもありましたけど、そういうことができないかなと。いろんなことを、まあ、全てを明らかにできないにしても、なんか一つだけでも何か明らかにできませんかねって思ってますね。日向坂に比べて NGT48 は闇が深すぎて、そういうことっていうのはやっぱり不可能ですかねと。まあ一抹の期待を寄せながらですかね、佐藤アンジュさんがまあ卒業ということでね、あんまりね、正直感情が湧かないっていうのが、正直なところで、渡辺あゆささん、高澤智香さんの時とかみたいなのが湧かないっていうのがあってね、なんですけれども、まあ今後ですね、もしだから佐藤アンジュさんが何か本当に暴露するようなことが 1% の確率でもあるんだったら、ちょっと追ってはいきたいですが、まあ期待はできないですし、それを期待するべきでもないかなと思ってます。まあとりあえず卒業するっていうことでね、まあ何とも言えないわけですけども、一応そんな感じで、私がね、運営が佐藤アンジュさんをスケープゴートにする可能性があるから、佐藤さんお気をつけくださいっていうことですかね。気をつけようもないかもしれませんがね。私のチャンネルですが、まだチャンネル登録まだしていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日はこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。